あかりの成長物語。日々成長しています新人声優の北尾あかりです。ここでは私が子供時代からどんな成長を遂げ今までの紀藤あかりとなったのかを成長時期に分けて紹介していきたいと思います。前回は生まれた時のお話をしましたね。あの可愛い写真が3枚あげられたと思うんですけども、いや可愛いですよ。なんか子供が可愛いのは当たり前だから、ちょっとねちょっとイレギュラーな写真を載せようと思ってあの3枚を選びました。さて今回はちょっと成長しまして、幼稚園時代の紀藤あかりについてお話しします。そして今日も生まれあと当時の写真を持ってきました。これも後で、番組ツイッターにアップされると思います。こちらですね。はい、かわいい。いやなんか本当にアルバム見てて思うんですけど、昔の私マジで表情豊か愉快。なんかね、これ以外にももっとね、やばい顔してる写真たくさんあって、すごいおちゃらけてるんですよね。なんか、こんな愉快な子供と、私今の自分、遊びたいなって思いますもん。あ、どんな写真？これ、あれですね、1枚目は、友達が前を歩いてる後ろを、イエーイっつって、すごいいい笑顔で、でもかけてってるんでしょうね、その友達のところまで。これはね、なんだっけな、なんかこう幼稚園じゃなく、なんか会があるんですよね、子供を遊ばせる会みたいなのが幼稚園じゃないところであって、そこで遊んでる時の写真かな、だと思うんですけど、スマイリーですね。そして2枚目と3枚目、これは同じ時ですね。これ多分家族でディズニー行った時の写真だと思うんですけど、こん時の私めっちゃ可愛くないですか？髪の毛ショートにしてて、で3枚目とかはすごい漏れてるんですよ。子供にして、多分お父さんが撮ってくれたんですけど、この写真めっちゃなんかカメラアングルもいい感じだし、すごいおしゃれ、インスタ映えですね。どんな性格だった？あ、でも本当に愉快なやつでしたよ。いつも笑ってて、あとすごいなんだ、物おじしなくて誰にでもすぐ話しかけに行っちゃうみたいな、スーパーとかでお母さんが買い物してるとなんかもう知らない人と いつの間にか喋ってたりとかしてたらしいですね。あと何してたかな、幼稚園年少さんの時はこう男の子と一緒に遊んで、あの遊戯王カードでいつも遊んでました。なんか遊戯王カードできないんだけど、デュエルはできないけどカードだけ集めてこうなんか見せ合うみたいな、見せ合ってたまに交換するみたいなのをしてましたね。だから強さとか関係ないんですよ。遊戯が持ってるカードが自分たちの中でレアみたいな。これアニメに出てきたやつじゃんみたいな言ってて、で公園でそれをみんなでやってたら、そのお兄さんたちがやってきて、遊戯王カードじゃんみたいな、見して見してみたいな、デッキ見してよみたいな感じで見てて、で、あ、これ遊戯が持ってたやつだよみたいなこと言って、あ、でもこれそんな強くないよみたいな、なんか言われて、え、みたいなことがあったりしましたね。年中年長さんは何してたかな。あ、幼稚園の時私うさぎ小屋があったんですけど、毎日通い詰めてて、うさぎ大好きで毎日遊んでたら急にうさぎアレルギーが発症してしまい、もうね、もう体中顔中ブツブツですよ、もう痒いってなって、でもそこで私はうさぎ禁止令が出されたんです。でももうね、幼稚園生だからね、聞かないでしょね、我慢が、もうみんながうさぎ小屋行くよみたいななると思う。え、なんかちょっとだけ行こうかなみたいな、なんか見るだけ、なんか触んなきゃ大丈夫だしみたいな感じ、私うちも行くみたいな感じで一緒に行って、結局触っちゃうんですよね。で触ってもブツブツって出てきて、うん、先生って言って、アレルギー出たって言って、でお父さんがわざわざ仕事を切り上げてアレルギーの薬を持ってきて塗りに来てくれるっていう、なんで触ったのって言って、ね、ちょっとなら大丈夫と思ったみたいな感じでっていうのをアレルギーが発症してから多分4回ぐらいやりましたね。そんぐらいウサギが好きだったんや。はい、ということで、
幼稚園時代の鬼頭あかりを紹介しました。次回は小学生時代の鬼頭あかりを紹介しますよ。お楽しみに。